じゃあ、5G の営業で、株式会社吉海がしたいと思います。最初は自己紹介です。はい、で、株という会社でソフトウェアのエンジニアをしています。前職は、C シャープとかペッパーとか、あと Python とか使ってました。で、今は Python と、主に Python のメインなんですけど、最近だって Go を使い始めた。あと Docker と App Engine と DC とか Kubernetes とか使いました。一応好きなブリスはミッドナイトブリス、好きな時間は選ぶと思ってます。で、Twitter やってます。で、最近一番ハマってるのがマストドン、奈良のマストドン、奈良とドンっていうのがあるんですけど、それで鹿をやるっていうのがすごいハマってて、奈良とドンは鹿しかいないんですけど、ラクダが混じってますけど、そういうので、で、ゆくゆくは奈良と、奈良公園の奈良とドンできたらな、みたいな、そういうオフ会とか開きたら。で、ちょっと本題に入る前に、初めてゴーラム東京来たんですけど、ゴーラム東京の人たちって、初心者はいない、初心者の方っていますか？おお、よかったです。みんなめっちゃもう豪の強者しかいないのかなと思ってちょっとビビってます。で、本題に入ります。で、今日のゴールはアップエンジン知ってもらうっていうので、豪アップエンジン実はすごいいいぞっていうので、あとはアップエンジン使いたくなってもらうっていうので、使い方とかそういうの説明していきます。あと弊社の構成で、あとできれば家に帰って奈良と鹿に会ってくれると嬉しいなと。で、アウトライン、最初にざっくり GA の説明をします。で、その後なぜGA ゴールなのか、で、GA の種類を説明して、開発の流れで、ちょっと、ゴールランク時にしばらく GA の説明からします。で、GA とはで、GA って何の略かっていうと Google App Engineで、Google が提供しているプラットフォームアザサービスで、パースとよく呼ばれるやつです。ヘロクとかと一緒なんですかね。で、Go、Python、Java、PHP などが使えます。で、一番いいなところが、Google さんのインフラを使えるところが、一番いいポイントかなと。で、ちょっと質問なんですけど、GA 使ったことは、もうすでに使ってるよって人はどんぐらいいますか？結構います。話すことあんまないかもしれないんですけど。で、なぜ、GoGAE なのかと説明します。 Go ファーがめっちゃ可愛いっていうのが一番大きな理由としては、 Go は本当可愛いですよね。で、真面目な答えだと、他の言語に比べてインスタントスピンアップタイムとか、そもそも Go 自体が速いっていうので高速にアプリケーションが作れます。弊社の場合は Python での開発が多いんですけど、Go での速さが魅力的で今回使ったっていう形になっています。で、他のサイトさんから引用したんですけど、上 Java、Python、PHP で、どう見ても Go が速い、Go が圧倒的に速いですし、Java が圧倒的に遅いです、Java は仕方ないんですけど。で、GAE の種類っていうのは、App Engine って言っても結構というか2種類しかないんですけど、2種類、種類があって、スタンダードエンバイロメントっていうのが、普通のパース、で、サンドボックスで使える言語に制限があると。で、Go のバージョンが 1.6 で、C5 とかそういうのは使えないです。ピュア Go って表現があるのか分かんないですけど、ピュア Go で書いてください。で、スピンアップが早いですと。で、もう一つフレキシブルエンバイロメントっていうのがあるんですけど、これがまだベータ版で、Docker イメージ、Docker 皆さんご存知かとは思うんですけど、好きな Docker のイメージ使えるんで、なんか開発環境のインフラレベルから好きなの使えますと。で、標準で Go の 1.8 の Docker イメージで動きます。ただ自分で好きなのを、デプロイするような形でイメージから作れば好きなバージョンが使えます。で、SE と比較しているのがデメリットになるんですけど、GCE の VM が立ち上がるので、そうです。で、あとメリットとしては CPU のコア数、メモリーサイズ、ディスクサイズで、RAM ディスクっていうのが使えます。
で、公式からの引用なんですけど、まあ、この表だけ見るとフレキシブルエンバイロメント最強かよと思うんですけど、実はそんなことなくて、まあ、そもそも SE デバッグとかそんないるのっていう機能も丸ついてたりとか、まあくまでなんかできることは、まあ、さすがフレキシブルエンバイロメント自由だからできるけど、実際はまあそこそこデメリットとかあったりとか、あと料金体系が全然違いますと。普通にもうフレキシブルエンバイロメントはまあ VM 使うような感じでお金がで、まあ、どっち使えばいいのか最初悩むと思うんですけど、基本、まあ、一般的な対策としては SE 使いましょうっていうので、で SE でどうしてもできない場合に FE 使う。で、まあ、GoLang 東京的に対応に話しても C5 とか、バイナリ使いたいならもう FE 使うしかないです。だから単純な、もう本当、Pair4 で Web アプリ作るなら SE が一番いい選択肢かなと。そうでないなら、まあ、FE になります。で、JDA の機能。一応、まあ、Go に関係あるのだけ太文字にしたんですけど、まあ、基本的に共通でもオートスケールしますと。でオートスケールも設定があっていくつか選べますと。あと、まあ、モニタリングと、まあ、バージョン管理などがあります。で、機能で、まあ、SE の機能からちょっとざっくり説明したいんですけど、まあ、タスクキューっていう、まあ、まあ、10番キューが使えて、で、まあ、SDK が提供されているので、まあ、自前でコードを全部書く必要なくて、まあ、Google の用意している機能を使いたいのであれば SDK があるので、それを使ってください。で他にも、まあ、説明しきれないぐらい機能があるんですけど、まあ、ここは公式を見てください。で、今度 FE で、FE は、ベータ版ですと。で、ベータ版なんで、結構なんか気づいたらちょっと変わってたりとかそういうのがちょくちょくあるから。で、FE のまあ一番のメリットとしては、まあ、好きなライブラリーていうか、まあ何でも動きますね、本当に。で、あとも C5 が使えるよっていうの で詳しくは公式を見てください。で、でここからちょっと Go を絡めて説明していきます。 GoGE でどうやって開発するのっていうので、まあ、これがちょっと SE、FE で訳していくんですけど、それぞれ説明します。それぞれ説明する理由としては、開発の使い方、結構、まあ、SE、FE 別環境なので、開発のコードも変わっていきます。で、まあ、スタンダードエンバイロメントから説明します。で、まあ、先ほども説明したんですけど、まあ、Go の 1.6 です。まあ、多分、まあ、おいおいバージョンアップとかしていくと思うんですけど、で、あとは、GDO のパッケージが用意されてて、さっき紹介した SDK なんですけど、それがあるんで、例えばデータストアとか、タスクキューとかを使いたければ、SDK のパッケージを使ってできますと。で、提供されているパッケージが、まあ、Google、GoLang の App Engine っていうのが提供されています。で、機能を4つ書いたんですけど、これ以外にも機能があって、今書いたのはこれが説明してくる機能になります。で、上から、まあ、データストア、まあ、NoSQL の Google が提供しているデータベース、あとは、まあ、タスクキューと、まあ、ロギングと、あとは App Engine のテストのパッケージがあります。で、上のデータストアのパッケージから説明していきます。で、まあ、データストアのパッケージは Google Cloud Data Store っていう、まあ、ノースケールのスケール率高い、まあ、SQL があるんですけど、それの、まあ、API を使うための、だから自前で、まあ、API 叩くものを使わずに、まあ、これの用意してある機能を使って、まあ、簡単にできますよっていう。で、使える、まあ、プロパティのタイプが公式に書いてあるのはそのコピーしただけなんですけど、こんな感じで使えて、でいきなりコードが出てくるんですけど、まあ、ハンドラーがあって、この CDX App Engine New Context っていうのが、まあ、App Engine の、まあ、SE でよく見られる、てか App Engine の提供してるパッケージを使いたければ絶対これをやるような作りが多いんですけど、で、あのデータストア New Key で Key っていうのを作って、まあ、Entity、ちょっといきなりキーキーとかについてて分かりづらいと思うんですけど、まあ、こういう、まあ、ちょっと同じ代を書いて使えますっていう感じですね。で、一番上にあの構造体があるんですけど、そこで、まあ、データベースを、まあ、テーブルの定義を書いているような形になります。で、結構使ってみると面倒くさくて、どうすればいいのっていうのがあるんですけど、Go っていう、まあ、これをちょっ
便利してくれる、まあ、ラッパー的な、まあ、パッケージがありまして、これ使うと、まあ、ここに書いてある機能が、まあ、いきなりこれ見ても何がいいのって分かりづらいと思うんですけど、一番のメリットとしては、そもそもコードの量が少なくなりますと。次でちょっとコードの例を説明します。こっちのプロジェクトだと見にくいんですけど、色は消したんですけど、見えちゃってて、上のがまあボーンで、構造体でちょうど区切られてます。で、上のと下ので、下の太文字になっているところがボーンだとなくなって、まあ、1行減ってますと。で、これがゲットするときの例です。で、上の5の方を見てくると、ID のところに、まあ、データストア5 ID っていう、まあ、ちょっと呪文が書いてあるんですけど、それやると、まあ、ゲットするときに、まあ、データストアニューキーとかやらなくても、勝手に5が予測してやってくれますと。で、put の例もまあ似たような感じなんですけど、基本的には、まあ、そのデータストア5 ID 振って、1行減りますと。分かりづらかったんで、お分かりいただけるだろうかって言うんですけど。で、あと、まあ、タスクキューですね。結構、ウェブアプリ使ってると、まあ、リクエスト自体はすぐ返して、重たい処理はひどくやりたいっていう場面が多いと思うんですけど、それをやるためのものです。まあ、ジョブキューとか、Python だと、まあ、セロリとかがそれですね。で、それを、まあ、標準でアップエンジンが提供しているので、しかも SDK もあるから簡単に使えるよっていうのです。次で、コードの説明です。で、ニューポストタスクっていうので、ワーカーっていうのが実際にそのハンドラー、URL を振ってハンドラーに対して、ハンドラー内でひろきの処理をすると。ニューポストタスク後で行って、でそのまま実際の処理が、ワーカーで処理中でもリクエスト自体は返すと。で、下の方に、ワーカーの方に行って、ひろきで処理してないようがひろきで処理されますと。でこれ自体も本当にめっちゃ簡単に使えるっていうのが結構メリットです。で、あとはログパッケージで、一応ログレベルできるんですよ。僕初めて Go 使ってびっくりしたんですけど、ログレベルが同時にないっていう、まあ、そういう考えもあるのが、ちょっと硬派な言語だなと思ったんですけど、で、まあ、ログレベルないって結構困るところがまあそこそこあるかなっていうので、でまあ、ただ SE でログのパッケージ使えばログレベルが使えますよと。で、あともう一個が、ローカルではまた別なんですけど、まあ、アプリケーションデプロイに、まあ、GCP っていう、まあ、Google の、まあ、ウェブのコンソールがあるんですけど、その画面の、まあ、ログビア、スタックドライバーロギング確認できるんですか、検索で Google クラウドロギングと出てきて、多分最新の名前はこれで合ってると思います。で、まあ、書き方はめっちゃ簡単で、普通にインポートして、で、まあ、普通にログインフォ。で、またやっぱり、ニューコンテキストっていうのを絶対渡して、で、まあ、普通にログの内容を書けたら、そのレベルのログが出るっていう、まあ、めっちゃ簡単な内容になってます。で、で、これが、さっき説明した GCP のログビュアなんですけど、まあ、ログレベルが、アイコンで分かるようになってて、まあ、重大って多分クリティカルで、まあ、エラー、警告、情報でバック。ログレベルがないものは全てっていう感じで出てきています。で、下の例を見ると、まあ、インフォレベルのログと、あと、まあ、エラーのログが出てるのを確認できます。で、この、例えば確認したいログのところを、まあ、マウスクリックすると、詳細が見れて、実際にそのメッセージ内容とか、あとそのどういうリクエストできてのかっていうのが確認できます。あと、最後に SDK のパッケージの説明なんですけど、これはテストするためのモジュールで、で何テストするためのモジュールがあるのっていうので、HTTP テストリクエストっていうのを使ってやると、アップエンジンのコンテキストを使っている箇所でエラーになるので、基本的にはこれを使って、まあ、アップエンジンの SE でテストするのかなっていう理解です。で、基本的に DevApp サーバーっていうのが SE の、まあ、インスタントを立ち上げる Python のアプリなんですけど、それが毎回これ実行するために立ち上がるようなスクリーンになってます。
で、テストコードが、まあ、バーって書いたんですけど、上の、あの、上から2行目のニューインスタンスっていうので、その、アップテストの、アップエンドテストのパッケージを、で、インスタンスつけて、で、まあ、リクエストを作った後に、アップエンジンの、まあ、インスタンスを渡してあげるっていう作りになる。で、多分、アップエンジンでテストすると、まあ、こういう作りになるかなっていうことですね。で、下の、まあ、テスト対象のハンドラは、C アップエンジン入稿です。多分、アップエンジン使ったらほとんどこれが入ってくると思うんですけど、ここでエラーになってしまうので、必ずこれを使ってテストしましょうっていう。次にちょっとフレキシブルフレームワークを説明します。で、フレキシブルフレームワークで、またさっき説明が直接ですけど、標準で、まあ、ボーンで 1.8 が使えますと。で、基本的にフレキシブルフレームワークを使うときって、多分標準で使うことはもしかしたら少ないのかなと思っていて、まあ、自前で Docker イメージ、だから Docker ファイルを書いて、Docker イメージをやる。ちなみに Docker 使ったことない人っていないですね。みんなドッカーしてる。わかります。じゃあもうそのまま説明します。ドッカーのドッカーファイル書いて、そのままそれをデプロイするっていう。イメージをプッシュして、プッシュしたイメージをデプロイするに指定するような使い方をします。で、まあ一番、まあ、FE の一番メリットなのが、基本的にはドッカーなので、まあ何でもじゃないですけど、まあ Linux の、まあ、64ビットのアプリケーションだったら普通に全部動くよっていう。これが SUMG のパッケージは全部使えないかちょっと試してないんですけど、多分ほとんどそのままじゃ使えなくて、なので基本的には普通に Go のパッケージとして使うとか、さっき紹介したパッケージそのまま使うってのは多分できないかなと。で、あとはロギングのログレベルがない。ロギングっていうのは GA 上にアップロードがデプロイした後にログビアで確認した時に、そもそもアウトとエラーのログを見てるので、ログレベルがないと。で、まあ、ログどうするのっていうので、まあ、普通に標準出力と標準エラーで出そうっていう感じですね。ロギングの、まあ、モジュール使わずに普通にプリントとかで出すのが、一番いいのがちょっと微妙なんですけどっていう。で、ドッカーイメージ使うので、基本的には、まあ、ローカルでドッカーやるのがいいかな。なんでわざわざこれ書いてるかっていうと、公式のチュートリアルだとそのままその Go アップでローカルのマシンで実行してて、ドッカー経由しないのかよっていうのなんですけど、まあ、ローカルと、まあ、ドッカーの Go のバージョンアップすれば、まあ、ローカルで、まあ、マーク上確認しても大体一緒だと思うんですけど、まあ、本当にその厳密に確認したいんだったら、まあ、ドッカーのイメージを、まあコンテナ立ち上げて、その中で Go App を実行するっていうのが、まあ、その環境の整合性が取れていいかなと、個人的には思ってます。あとは、まあ、デプロイするときに、まあ、当たり前ですけど、リポジトリから取れない Docker イメージは、GA 上の FE で使えないので、デプロイしましょう。で、これは別に、Docker Hub とかじゃなくても、GCP で提供している、まあ、彼らのリポジトリがプロジェクトごとにあるので、そちらにそのプロジェクトにデプロイして使うという形になります。で、ちょっとまた Go からだいぶ離れた GA の話がストップになります。ちょっと構成例を、まあ、初めてアップインで使っていけない構成例を見てピンとこないかもしれないんですけど、説明します。で、で構成例を説明する前にちょっと弊社のプレットを説明させてください。弊社は 3D モデル、3D ファイルを使ったプロダクトが多いんですけど、ちょっと MF だったら 3D 工場との間に入る、ビザと 3D の工場の間に入るいい感じのシステムなんですけど、それで基本的にはみんなだから 3D のレンダリングや解析機能がどのプロダクトでも提供するっていうのが多いです。で、それだと、それで個々のプロダクトで実装するのは大変なんで、まあ、自社製の 3D 解析エンジン API を一番バックに置いて、基本をどのプロダクトもそれを使うっていう。で、それの間に、まあまあ、タスクキューとかそういうのを使うためにアプリケーション1個間に挟んでます。で、要件を文字で起こすと、
まあ、3D 解析 API と、まあ、他の間プロダクトを今回 Go で作ってます。で、3D 解析処理は非同期で、まあ、レスポンス自体は、まあ、リクエストしたらすぐ返すと。で、処理は実際非同期で行われて、クライアント側はその、まあ、ID とかでもう一回ゲットとかして確認すると。で、あとは非同期処理はタスク Q でやってます。で、まあ、図にざっくりするとこんな感じで、SE って書いてあるのが、まあ、GAE の、スタンダードインバランスで、タスク Q があって FE、で、数字化的 API みたいな。なんでこの構成になっているのか最初見たとき、もしかしたらピンとこないというか、大体ピンとこないかなって気がするんですけど、じゃあなんでこういう構成になっているか、なんで SAF 両方使っているんだよという説明していきます。で、一番、まあ大きな理由としては、SE って結構制限が多いんですけど、SE から別の REST API とかにリクエストしたときに、まあ、最大で60秒でタイムアウトしてしまう。それなんで直接こいつから投げることはできませんと。大体解析の処理、まあ、ものにもよりますけど、まあ、1分以上かかる場合もありますと。でタスク Q なんですけど、タスク Q のワーカーって自身を指定すると、まあ、SE が SE を実行、結局 SE が実行するんで SE のワーカーのタイムアウトに引っかかっちゃうっていうので、まあ、タスク Q を挟んでも同じ結果になります。で、だったら SE 使うのに最初から FE でいいじゃんっていうのがあるんですけど、そうすると今度はタスク Q が FE で使えないので、あの構成にはできないっていう。で、最終的には、まあ、SE でリクエスト受け取ってタスク Q に投げて、タスク Q でタスク Q が FE に投げて、 FE がそのまま解析に API に渡すっていう、こういう作りになりました。で、まあ、最終的には SE 解析がコールバックで SE に返して、 SE がその処理結果を分かると。で、まあ、完全にあのちょっと GAE を知らないと分かりづらいんですけど、 GAE の同じアプリケーション内で同じ別サービスっていう作りになってます。で、FE はまあ普通にただもう処理投げるだけのリバック的な作りで、あとディスパッチっていう GAE の機能があるんですけど、それを使って、まあ下の例にあるように同じ URL でなんですけど、まあ、パスであの別々のサービスに割り振れるような設定ができます。で、一応、まあ、ディスパッチの説明を言ったんですけど、いきなりディスパッチの説明を破る見て分かりづらいと思うんですけど、本当にこれだけの処理で、あのモジュールってなってるんですけど、モジュールがそのサービスで、アップエンジンがデフォルトで、必ずデフォルトっていうアプリケーションをアップエンジンが持ってます。で、それの下に FE があって、図で言うと SE がデフォルトで、FE が FE になってます。で、ちょっとまとめに入ります。本当はこの間にちょっとローカルでどうやって実行するのっていう説明言ったんですけど、ゴーラング東京なのであんまり関係ない話してもなっていうのでちょっと抜いてます。で、ちょっと辛かったことを話します。そもそも僕 Python 普段使ってるの Go 本当わかんねえなって、その Go クラスないんだって、そこがまずびっくりだったんですけど、あと不要なエンポートがあった時にエラーが出て動かない、なんか試しに入れたら動かせなくてエラー出てもいいけど動かしてくれよみたいな、そうそう、エラーが出て全然試せないんだけどっていうのを毎回コメントするのは本当に辛かったです。で、あとテストしやすいようにもしかしてこう設計する必要あるのかなっていうのが思ってて、Mock の Python でよく使うんですけど、Mock するにもなんかインターフェース作らないと、もしかして Mock そもそも簡単にできないっていうのと、あとは、これはアップエンジンの話なんですけど、SE で SE 向けのパッケージが動かないっていうので、まあ、さっき Google が提供したアップエンジンすらなんとかみたいなのをやろうとすると、ログのモジュール使いたかったんですけど、そもそも動かなくて、まあ、ログのレベルがないから動かないのか、最初なんか試してて動いてた気配もあったんですけど、なんかバージョンアップしたことに全然動かなくなってたっていうのがあります。あとはもうこれ SE のただの簡単に愚痴なんですけど、なんかどれもアップエンジンコンテキスト渡すのめっちゃ面倒くせえなっていうのが使ってたと思います。良かったことを、SE ならパッケージができるかって、不安に楽に活用できるかな。
FE は多分資産がある人とか、もう慣れてる人だったらすぐできるかな。いきなり FE でやろうっていうのは結構敷居が高いんじゃないかな、個人的には思います。あと、まあ、Go フォーマットはすごいいいですね。Python 使ってて、フォーム、一応まあ PIP8 とかありますけど、ここまでがっちり言語レベルで規制できると、まあ、宗教戦争になっていいなっていうのが。あと、まあ、型定義があって、まあ、Go ルーティン、まあ、使わなかったんですけど、試しに使ってめっちゃいいな。あと、まあ、Go ハーが可愛いんで、まあ、疲れた時に見て癒されるっていうのもできるかなっていうの。で、まとめです。まあ、Go で Web アプリ使いたいなら、まあ、GAE は、まあ、良い選択肢なんじゃないかなと思います。まあ、Google インフラが使えて、機能も一通りありますよ。で、まあ、一応 GoGAE は、しかもその中でも、まあ、PHP、Java、Python に比べて最速なので、まあ、Go で GAE 使うのすごいいいと思います。で、SE なら、まあ、パッケージが提供されているので開発が楽です。でも C5 とか好きなバイナリーを、まあ、Web アプリ、ウェブアプリで口作って、それバイナリー下にあるっていう作りしたかったら、もう FE 使うしかないかなっていうのをまとめます。で、ちょっとおまけです。弊社で、まあ、Google 開発ブログっていうのをやってます。で、Google に詳しい人がね、Google 系の記事が多いです。で、GCP で GP インスタンスを立ち上げるっていう、まあ、記事も書いてます。まだ GCP っていう、まあ、GMT と GCP 上の GCE の GP インスタンスなんですけど、GP インスタンスはまだベータなんですけど、一応使えて、それでまあレンダリングとかできます。実際 GPU なんて速いですっていう。で、この間、ちょっとゴーファーが、まあ、テンテンさんに入って、大変も使いました。ありがとうございました。一応、発表は以上になります。